はい、では行きましょう。待遇を利用した証明ですね。ここでは何やるかっていうと、前回の動画で待遇を勉強したんですね。待遇 P ならば Q の待遇ってどんなんでしたっけっていうと、否定で反対やったんですね。つまり逆の裏やと。何や言うと、 Q バーならば P バーですよっていうのを前回の動画でやったんですね。でここはね、それを踏まえた上で、待遇の意味をしっかり踏まえた上で新たな勉強をしていこうっていうところなんですね。だこの今言ったことが全然理解できない人は、ここが難しいんじゃなくてね、待遇を理解してないんで、必ず待遇の動画をマスターしてからこっちに戻ってきてください。で、そんな、与えられた命題とこの待遇の間にはどんな関係があったかっていうと、それは真偽が一致するんでしたね。与えられた命題も真やったら待遇も真やし、与えられた命題が偽やったら待遇も偽になるよとね、判例も同じになるよっていうのをやったんですね。ここで勉強するのは、ということはそれを踏まえれば、こういうね、何か証明したいことがあったよと。で、そのままやったらなんか証明思いつきにくいなっていう時に、待遇を考えてみる。こいつの待遇を考えてみると。そして、もしその待遇の方で証明ができたなら、与えられた命題とね、待遇の真偽は一致するから、こっちの待遇が証明できたんやったら、この命題も証明できるよっていう流れなんですね。じゃあ実際具体的に見ていきます。 N は整数とする。待遇を利用して次の命題を証明しようと。 N2 乗が3の倍数ならば N は3の倍数であると。で、この問題はね、もしこの待遇を利用してっていう言葉がなくても、絶対に待遇を使って考えるべきなんですね。というのもね、もしこれそのまま証明しようと思ったら、 N2 乗が3の倍数ならば N は3の倍数である。なんで N2 乗が3の倍数っていうことで、考えられるのは N2 乗イコール 3K とするとみたいな、こういう書き出しなんですね。これまあ K は整数っていう言葉は必須やねんけど、これもう意味わかりますよね。なんやっていうと、3の倍数っていうことは絶対に 3× なんかだからね。例えば 3×1 とか 3×5 とか 3×10 とかですよね。だからここ文字で K って置いて、 N2 乗は 3K とする。3の倍数やからね、3の倍数やから N2 乗イコール 3K とするとって考えるんですね。ただここで一つ困ったことがあって、じゃあ次 N は3の倍数って言いたいときに、これ N イコールの形にしたらプラスマイナスルート 3K みたいな、なんかもうややこしい形になって、しかもこれが3の倍数であるなんて証明するのはもうほぼほぼ難しいんですね。やからこれは違うなって考えて、そうか、待遇を使えば考えやすいんじゃねえのって思えるようになってほしいんですね。もしこの待遇を利用してっていう言葉がなかったとしても、これは絶対待遇で考えるべき問題なんです。だから与えられた命題の待遇は以下の通りであるっていう書き出しになってるんですね。これの待遇やから、これ逆にして裏にしたらいいんですね。つまり N が3の倍数でないならば、 N2 乗は3の倍数でない。この待遇を証明できたら、これが証明できたら、この与えられた元の命題も証明できるっていうような流れなんですね。じゃあこれをどうやって証明していこうっていう話になっていきます。 N が3の倍数じゃないならば、 N2 乗は3の倍数でない。ここで N が3の倍数でないっていうのは、一瞬置きにくい、文字で置きにくいって考えるかもしれないですけど、そんなことないんですね。 N が3の倍数でないっていうことは、 N は 3K たす1もしくは N は 3K たす2のどっちかで置けるんですね。これはどういうことかっていうと、数字をよくよく考えてくださいね。例えば3,4,5,6,7,8,9 みたいに数字が続いてると。で、3の倍数って何やっていうと、これとこれやけど、3の倍数っていうのは3で割り切れる数のことなんですね。3で割り切れる数のことだから、これは 3K って置けるよと。その次、この4とか7とかっていうのはどういう数字かっていうと、4とか7っていうのは3で割って1余る数のことなんですね。3で割って1余る数のことやと。それを 3K たす1って表現してるんです。 3×1 たす1は4ですよね。 3×2 たす1は7やとね。だ同様に、この5とか8っていうのはどう置けますかっていうと、もう分かりますよね。3で割って2余る数やから 3K たす2って置けるよと。だからこの N が3の倍数でないっていうのを、この N イコール 3K たす1または 3K たす2と置けるっていう、この表現ができるかどうかが、この問題の一番のポイントだと思ってます。なんでね、この表現にしっかり慣れておいてください。で、この K は整数っていうのも細かいところやけど、ぜひぜひ忘れないようにしてくださいね。っていうのも、この K が整数っていうのがなかったら、例えば3の倍数って N イコール 3K みたいに置けるんやけど、これはあくまでも K が整数の時の話なんですね。
K が2とか5とかね、そういう整数やったら当然この N は3の倍数になるけど、もし K が3分の2とか分数が OK やったとしたら、これ N は2とか分数になっちゃいますよね。だから3の倍数って言えなくなると。だこれは K が整数っていう表現があるからこそ、これね、N は3の倍数の時 3K とか、3で割って1余る数は 3K+1 とか OK ですね。この細かいところだいぶ説明しましたけれどもね、必ず理解はしておいてください。そして書くようにしてください。じゃあ本題に戻りましょう。 N が3の倍数じゃないっていうことは、 N は 3K+1 もしくは 3K+2 って置けるんですね。だからじゃあ N が 3K+1 の時どうなんの、 N が 3K+2 の時どうなんのっていうのをそれぞれ調べていくんですね。 N が 3K+1 の時 N2 乗は3の倍数じゃないかなっていうのを調べる。ほな N2 乗はこれ 3K+1 の2乗になるから、計算していくと 9K2+6K+1 になるんですね。でこれはここを3でくくると、そうしたらこれも 3× 何か足す1っていう形になってるんですね。ここが 3× 何か足す1、ここの間にあの掛け算ですもんね。 3× 何か足す1っていう形になってるって、これは何を表してるかっていうと、3の倍数足す1だから3で割って1余る数を表してるんですね。つまり N が 3K+1 の時 N2 乗は3で割って1余る数になってるっていうことがわかるんですね。この式を見てそれが理解できるかっていうのがポイントです。同様に N が 3K+2 の時も N2 乗を計算していくと 9K2+12K+4 になるんですね。でこれ3でくくると、ここ全部3でくくるんですね。3でくくるにはちょっと慣れるまで大変かもしれへんけど、この4を 3+1 っていう風に分解して、 9K2+12K+3+1 っていう風に分解して、そしてここを3でくくるっていうことをするんですね。そしたらこれまた同じように 3× 何か足す1っていう形になってるんですね。これね、つまりこれも3で割って1余る数じゃないのっていう風に理解ができると。OK ですか。だから N が 3K+1 の時も N が 3K+2 の時もどっちみちこれ出てくる N2 乗っていうのは3で割って1余る数っていう風に分かるんですね。よって1により K は整数なので、この K は整数なのでっていうのはこれと同じ意味で、 K が整数であるからこそこれが3で割って1余る数だよっていうことが言えるんですね。 N が3の倍数でない時 N2 乗は3の倍数でないと言えるとね。これもっと厳密に言うと3の倍数でないというか、3で割ったら1余る数になるということがわかるんですね。ということで、この命題が真ということが証明されたので、与えられた命題も真と言えると、よって大は証明されたという流れなんですね。はい、ということでね、ここでは対偶を利用した証明ありましたね。対偶の意味をしっかり分かっておこう。そして元の命題と対偶の関係をしっかり押さえておこう。元の命題と対偶は真偽が一緒なんですね。つまり何かを証明したいときに、そのまま証明しにくかったらその対偶を考える。そしてこの対偶を証明できたら元の命題も証明できたことになるよっていうところの練習でした。あとはね、自分でもノーヒントでできるように類題見つけてしっかり練習しておきましょう。